ロコ・ウキッチこと、ロコ・レニュー・ウキッチは、クロアチアのプロバスケットボール選手である。トルコ男子、プロバスケットボールリーグ TBL の強豪フェネル・バフチェ、所属。ユーゴスラビア連邦クロアチアスプリト出身。ポジションは、ポイントガード。196センチメートル、86キログラム。2000年に15歳で、地元スプリトのチーム、デプロデビュー。 スプリトでは2005年の NBA ドラフトでトロントラプターズから指名されるまでプレーした。そのまま NBA 入りを果たすかと思われたウキッチであったが NBA のベンチで過ごすよりも活躍の機会を得られそうなスペインリーグを選択する。2005年にサスキバスコニアでプレーした後、翌2006年夏 FC バルセロナに移籍して先発ポイントガードの座を確保した。2007年は ロトマティカ・ローマにレンタル移籍し、クロアチア代表監督を務めるジャスミン・レペサの指導を受ける機会を得た。2008年7月16日、トロント・ラプターズと3年契約を結んだ。トロントでは、サスキ・バスコニアでチームメイトであったホセ・カルデロンの控えを務めた。2009年8月18日、カルロス・デルフィーノとのトレードでミルウォーキーバックスに移籍した。 2005年20歳でクロアチアへ代表デビュー。北京オリンピックにもクロアチア代表として出場した。ありがとうございます。